が苦手なあなたでもきっと好きになる。好きになりますね。はい、東海ラジオ版大口博歯科クリニック放送局です。はい、今日の質問はですね、うん、前回と同じ親知らずの抜歯についての質問についてお答えをいただきます、うん、はい、お話ししていただきますのは、うん、骨をドリルで削り取らない、うん、痩せた骨でも対応できる大口式インプラントの考案者、岐阜駅前の大口博歯歯科クリニック理事長の大口博歯先生です、うん、はい、はい、先生今日もお願いします。どうぞよろしくお願いします。前回はですね、はい、親知らずのお口の中での、うん、まあ、位置ですね、介護学的な、はい、お話をしていただきました。今回はですね、はい、親知らずを抜く場合、うん、の注意点や、うん、まあ、患者サイドとしての認識ですかね、うん、そういうことについてお話をしていただきたいと思います。はい、昔ね、はい、今はね大学病院の方に紹介してるんですけど、昔はね当院でも親知らずバン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 抜いてるんですよ。で、うん、まあ抜くのは、はい、大変なんだけど、うん、後で、うん、親知らず抜くと必ず腫れてね、腫れる、うん、痛いんですよ、うん、で1週間ぐらい続くので、もうね、かなり睨まれて、うん、患者さんから何人睨まれたかな、あ、こんな音抜きやがってって。でそれはね、どうして睨まれちゃうかというと、うん、やっぱり説明がしっかりできてなかったのね。あ、うん、というのは今の質問みたいに、うん、はい、抜くときの注意点ね、はい、でも注意点があるということは、うん、すごく抜くことって技術がいるのよ。そうですね、難しいのね、うん、でそういうことも患者さんにしっかり説明しなきゃいけないし、うん、後で腫れたり、はい、傷んだりすることもきっと説明しなきゃいけないからね。でそれでよろしいですかって言って、うん、抜けばよかったんだけど、あ、まあ昔ね、まあ、父親はすごく、うん、親知らずの抜歯も得意、外科も得意だったので、外科も、うんうん、で私もね、うん、身を生まれで父親の、うんうん、教えてもらってね、うんうん、で親知らず、うん、上手に抜いてたんだけど、はい、まあ、親知らずはもともと今お話したように、うん、無理なところに生えてるの で、 そうです、ね、うん、生えてるところは炎症を持ってるのもすでに、あ、もうすでに持ってる。そう、一つはね、炎症、ね、の状態でいらっしゃるわけね、はい、で抑えても、うん、ここにはバイ菌がすごくいるんだよね。あ、で、もう一つ、もう一つはね、はい、抜くのにすごく技術がいるんだよ。技術、うんうん、あ、それと障害が大きいのね、うんうんうん、侵襲が、うん、あるというけど、うん、障害が大きいって方が分かりやすいよね、うんうん、要するに抜くときにこう斜めになってる場合は、このまま抜くわけにいけないのね。ここに骨がこうなってるからね、骨が、で鼻は頭がちょっと見えるぐらいだね。あ、でそうするとどうしたらいいかというと、こういう場合は、まずこの今のこの手のひらこの骨とすると、はい、ここをまず削り取る、骨を削る、うん、そうするとだん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 こういうふうに出てくるでしょ、猫が、そうですね、猫が出てきたら、うん、こうでは、うん、前のこのこれ前の歯とするね、はいはいはい、使えるね。そうですね、使えて抜けないでしょ、そうすると、今度何をするかというと、ここにこの親知らずを真っ二つに切って、切る、頭と根っこと分断するのね、はい、ああ、そこ半分にする、半分にするの、そう、そしてまず頭を取って、はい、そして根っこを取るので、はい、やっぱりね、すごい時間もかかるし、ね、患者さんにとってはたまったもんじゃないよね。うん、そうですよね。だからそういうことがあったので、はい、まあ、そういう注意点とか、科学館ってここにあるので、はい、神経と血管の太い動脈が通ってるとこがあるんだよ、はい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 、そこをね、はい、親知らずってその辺が好きなんだよな、あ、好んでしまうんですね、好んでしまうんだよな。ほんとちょっとでもその科学館に親知らずが根っこがちょっとでも触ると、はい、もうそれも麻痺しちゃったり、あ、神経がってことですか、麻痺しちゃう、そういうこともあり得るので、あ、まあ、これはね、患者さんもね、そういう先生が一生懸命ね、はい、抜いた時に根っこがちょっと触ってね、うん、神経少し麻痺しても、うん、それはもう回復するので、うんうんうん、あまりね、うん、患者さんも先生を親知らず抜く先生はね、責、うん、めないでもらいたいと思うね、そうですね、うん、患者さんもね、知ってればそういうことをね、また抜く時でもね、安心できますしね、そうね、うん、まあ一つの後遺症だな、あ、そうですね、腫れたり、うん、まあ、ちょっと痺れたりするのは一つの後遺症なので、うん、それはね、ある程度寛大に、うん、見てもらったらいいかなと思うね、そうですね、うん、抜くのも大変ですもんね、はい、大変ですね、はい、もう一日一本抜いたらもう疲れます、もうダメです、ね、もう本当にもうね、大変な消耗ですね、やっぱりいろいろ生え方があるんで、はい、大変ですね、歯医者さんも一生懸命頑張ってるところですね、そうですね、はい、はい、先生ありがとうございました、はい、はい、どうも、はい、こちらの放送は、はい、
毎週月曜日、水曜日、はい、金曜日の午前10時より YouTube にて配信しております、はいはい、次回も違う内容でまた放送いたしますので、はい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 、ぜひご覧ください。またこの放送で、ね、何度も紹介しております、うん、オーラルジェル、こちらですね、はい、オーラルジェルですか、うん、こちら当院へ足を運ばなくても、うん、ホームページやお電話でも購入していただくことが可能です、ね、はい、こちらのジェルにはですね、うん、歯周病や虫歯予防に効果のあるよりすぐりの高品質な5つの主役を配合しております。さらにですね、発泡剤や研磨剤、防腐剤入っていませんので、高齢者の方やお子さんにもおすすめです。そうですね、はい、お電話での申し込みはフリーダイヤル 0120-640-896、 もう一度フリーダイヤル 0120-640-896、 覚え方はですね、フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックル、もう一度フリーダイヤルの後に虫ゼロのハックルまでお問い合わせください。ホームページはですね、 www.ogneet.net またはインターネットの方で大口博士が勧めるオーラルジェルで検索してください、はい、そうすると出てきますね。お願いいたします。本当にいいですよこれね、ものすごくいいです。当院にいらっしゃる患者さんはほとんど使ってみますね、うん、でリピートしちゃうのね。そうですね、あ、まあ良くなかったらもう多分リピートされないんだけど、うん、もう皆さんね、うん、あ、もうついもう市販のね歯ブラシよりこっちの方がいいねって言って使っていただけますので、うんうん、はい、ぜひね、まあ、ありがたいことですね。そうですね、はい、はい、あなたの豊かな人生のためにまずはお口の健康からですね。骨をドリルで削らない大口式インプラント法のほか、独自のホーム矯正法で対応しています。まずはお口の健康からですねの大口博歯科クリニック。